ことざタ星はことざの恒星で三等星。この星は青白色の巨星と準巨星からなる連星である。二つの星は非常に近い位置にあり、お互いの星が重力で引き合うことによって星の形が楕円に引き伸ばされている。この連星系には三つ目の星が存在する。45.7秒離れて見え、双眼鏡で容易に分離することができる。 スペクトル分類は b 7トで、眼視等級は7.2。高度は太陽の80倍。4.34日の周期を持つ分光連星である。また、さらに別の番星 β 星 F も存在し、86秒、離れて見える。眼視等級は9.9等級で、高度は太陽の7倍あると考えられている。近接連星の光点によって生ずる変更を、 高度曲線とともに示す。ことザベータ型変更星は、色変更性の一種であり、その故障はこの星に由来している。このタイプの変更性では、星が楕円型に引き伸ばされているため、アルゴル型色変更性のように急激な変更が起こることはなく、徐々に変更していく。また、回転周期に合わせて、規則的に変更することも特徴である。 星が近接しているため、一方の高級からガスがもう一方に流れ込む。コトザベータ星はこのタイプの変更性の典型例であり、およそ秒速 300km で高熱のガスなどが流れ込んでいる。物質の流出により、大きい方の星は質量を失っていく。コトザベータ星の場合、13000K の星が 8000K の星の周りを回っていると考えられている。 ことざベータ星の変更は、暗い場所であれば、肉眼で容易に見つけることができるため、1784年に、イギリス人のアマチュア天文家のジョン・グッドリックにより、変更性として発見された。アルゴルと違い、近接していて分離が難しいため、変更原因の解明は容易ではなかった。ことざベータ星は、約12.9日の周期で、プラス3.25。 等級からプラス4.36等級の間で変更する。二つの星が非常に近接しているため、光学望遠鏡では分離することはできない。番星からガスが流入する様子を表した図。光着円盤が形成され、電磁波が放射されている。ことざベータ星は、アメリカ国立電波天文台の RM ハルミングと c m ードによって、年に、 電波性であることが分かった。星の間での物質移動が原因であると考えられる。連星系の一方から流出したガスは、主星の周りに降着円盤を形成している。降着円盤に溜まったガスはやがて主星へと落ち、その時に電磁波が放射される。電磁波は降着円盤の回転面に対して90度で放射されている。A 型星である番星は、 太陽質量の3倍程度で、ロッシュローブを満たしており、ガスを主性に奪われている。番性は、毎年、太陽質量の25倍の質量を失い続けている。B 型星の主性は、太陽質量の13倍程度である。固有名シェリアクは、アラビア語で、古都を意味するあるソルバックに由来する。ソルバックは、 ことの一種を指すギリシャ語、シグマアルファミューベータウープシロンカッパイータからの外来語である。2016年8月21日、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、シェリアックをことざベータ星の固有名として正式に承認した。ありがとうございます。